まさん、こんばんは。モンキチヤッホーありがとうございます。ヨッケイエーありがとう。えなまさん、こんばんは、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。最近ね、これをやってるんだけどね、ピンでこうやってやってるとね、前髪がちゃんとぺったんこにならない。ほら、いい感じ。よし、ドラゴンさん、こんばんは、ありがとうございます。と、中野さん、ゆるみありがとう。いさお、お久しぶりです、ありがとうございます。今日も帰り、ありがとう。今日はもう家から1ミリも出ていないので、だから髪の毛も何もしてなくて、ちょっとやばい。髪の毛も何もしてないし、化粧も全然してないんですが、まあまあまあ。なんか化粧してないと幼くなるかも。ちょっとそんな変わんない、分かんない。1ミリそう、ワンポイント、本当これいいでしょ。イエーイ、かわいいよねこれ。きょうさん、ワンです、ありがとうございます。チョコちゃん、ありがとう。こんばんは。課題じゃないんだけどね、明日テストがあるので、試験を受けるので。一歩も出てない、一緒だね。そう、一歩も出てないよ、朝起きてからずっと家。インドアになってしまった。前まではサッカーやってたから休みの日は外に出てたけどさ、サッカーやめたら完全にインドア派になっちゃった。なんかインドア派っていうわけでもないし、別に外に出たくないわけでもないんですけど、外に出る予定がないです。今日は大桟橋、第三大桟橋、ワンフォースリーさん、え、前さっきちょっと歌ってた、ねね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 ねえ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 、おお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 、笑顔。なんか前が学校で友達になんかこうやってやったら小学校の小学生みたいじゃないって言ったんだけど、全然わかんないって言われた。ねえ、大吉さん、ありがとうございます。こんばんは。田島、ありがとう。え、聞いてください、中野ちゃん、明日ね、明日お話たくさんします、報告。4時に、早っ、9時から、早っ、4時に起きたの、めっちゃ早いね。まなみは今日は10時前まで寝てたので、久しぶりにこんなたくさん寝ました。なんだろう、何時間ぐらい寝たんだろう。昨日家に帰ってきたのがまず何時くらいだろう、まず家に帰ってきたのがもう11時過ぎてたから、寝たの1時くらいとかかな。8時間は寝たね。よく寝ましたけど、なんか寝だめできないっていうからさ、なんかあんま寝すぎちゃうとさ、普段のギャップでなんか逆に疲れちゃうんだってね。ちょっと寝すぎたかも。すごい顔がむくんでたんですけど、ちょっと治った気がする。今日朝起きた時なんかもう目がむくんでて、ほっぺもすごいなんかこんな感じだった、起きた時。仕事で事務所の方行った。そうなの。でもうち車ないからね、たまに車乗ると楽しい。いいね車。ダメだ、もう頭から離れなくなっちゃった。
明日は夏？明日ですか？明日もどうだろう、天気がいいといいね。今日暑かった？本当になんか家から1ミリも出てないのでは全然わかんないんだけど、いや最近やっと夏っぽくなってきたよね。なんかでも梅雨来ないでほしい。梅雨はやだな、髪の毛がぐちゃぐちゃになるからやだ。ムシムシしてると変に汗かくし、なんかじわじわやだよ。シャークさんありがとう、ありがとうございます。寝る子は育つね、今日育ったかな。疲れもあったと思うよ。ちょっと疲れてたかも。たくさん寝れてよかったです本当。あつしくんこんばんは、ありがとうございます。田島はもう仕事してたの早いね。早くない？そんなことないのかな。お仕事って普通どんくらいなんだろう、時間わかんないけど、でも10時だったらもうしてるか。お疲れ様です。ランプ大きいやつわかんない、まあ、車の種類が本当に1ミリもわからない。最近すぐ1ミリ持って使っちゃうな。たまたまかな、今日いっぱい言ってる気がする。1ミリも1ミリもちっともないみたいなこと、1ミリもないって言っちゃう。コロコロこんばんは、ありがとうございます。ツードールさん、あちちょ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 、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。気が付くね。そう暑かった？そう、朝すまだ肌寒い。でもなんか温度差があるね。だってかまなみは夏になるとその冷房が寒いのがすごい無理で、なんかなんだろう、電車とか冷房で逆に寒くなっちゃりなっちゃったりとかして、それがなんか苦手です。嫌だ。引きこもり今日はさ。なんかでもまなみ暑い、最近はまだそこまで暑いのも経験しなくて、なんかなんだっけ、そう朝早いから家出るのがまだそんな暑くないんですよ。でなんかもう暗く日が沈むまでなんか学校にいたりとかスタジオにいたりとかで、日に当たることがなさすぎてまだ暑いのもそんなに経験してない。むしろ寒い、教室も冷房が。の晴れ、そう今日はねちょっと勉強をしないといけなかったから引きこもりでしたよ。けどなんか普段休みだったらお買い物行ったりとかするかも。ついないとごめん、そっか、恵みの雨ですね。獣ちゃんとコウさん、コウくんもいるの？そうなんだ、一緒に行ってきたの。やっほー。仕事よりお仕事したい。そうだ、その方が絶対楽しいね。明日はそうです、テストからライブ。そう赤羽入りにですね。そうですね、やぼにかちゃん、そうなんだよね。なんか冷房が寒すぎると本当に体調悪くなっちゃう、頭痛くなったりとか、肩よりは首を前に、そうなんどうしよう。コメントが遠い、髪の毛ボサボサだな。そうこうやってやってさ、首だけこうやって前に出してコメント読んじゃう、やばい、難しい、どうしたらいいんだろう。あこれが低いのもあるんだよね、多分低いからこうやって前にこうなっちゃう。こうすればまだマシ。よいしょ。
ジロさんありがとう、元気だよ、元気元気もりもりです、元気にやってます。明日行けそう、ありがとうございます。明日がバズフェスですね。何時だっけ、19時50分からだっけ、してわー、そう虫がねそろそろ出てくるんですよね。いやー虫がすごい苦手なのでこの季節はちょっと、この季節はちょっとちょっと嫌ですね。いやなんか本当に虫が出てくると、特に私セミがダメで、セミがすごい無理なので夏は来てほしくない。ゼロさんお時間ある時はぜひ来てください。生徒一日に DIY してたの、すごいね、そういうのすごいな。明日はお仕事、明日お仕事、みんなお仕事しましょうね。明日時間遅いのは多分まなみがテストだからだと思う。なんか明日テストだからもともと NG にしてたんですけど、なんか何時なら間に合うってなって、夜遅かったら間に合いますって言ったら夜にライブが入りました。あー分かった、チョコちゃんと一緒にいる、分かった、話したことあるよね、ちょっとだけ、なんかちょっとだけありがとうございます、来てくれるの明日、ありがとう。あちょっと見ないで綺麗になった、ちょっとよいしょありがとうございます、会いに来てね、会いに来てください。なんか画面とかで見るとさ悪いところが目立っちゃう気がする、顔とかもスタイルとかもなんか全部直接の方がいいと思うから、なんていうの、来てください探偵料請求、なぜが来るとうん、虫で騒ぐ、まなみはそんな騒いでないよ、虫無理、蚊とかなんて読むのそれ、蚊とかなんとかはわかんない。なんか友達がさもう蚊に刺されたみたいに言ってたんだけど、まなみ今年まだ一回も蚊に会ってないんだけど、もういるんですか蚊、もうそんなきつんの、関東来たらセミくらいしかもしれない、あセミ、日本じゃないや、前が住んでて東京に住んでて見る虫はセミとなんだろう、今はまだ蚊いないよ、いるの、まだ一回も見てないです、今年蚊いるんですか、早いね、そうなんだ、蚊見てない、うちにはまだいませんか、うん、ハエも無理、ハエも無理、ガムシはもう本当に全部無理です、蝶々も無理、なんか蝶々も遠くだったらいいんですけど近くに来るとちょっと避けちゃう。ナメクジも見なくない、あ、ミミズは見た、この間雨降ってる日に、最悪だった中さんこんばんは、ありがとうございます、ありがとう、ちょっとテロップ打つの忘れてた、あ、ちょっと待ってね、せの、波オッケーと、待ってね、田島
いつも後ろの方にいます。そんなことないですね。とそう、ナメクジ見ない、ゲジゲジも見ないですよ。テロップそう打った今。顔もいるんだ、あれまだ顔刺されてないの。本当にまだ今年見てない。カブトムシ、クワガタも見たことないね。あ、でも一回クワガタ見たことあって、家のベランダで、こんなところにクワガタ来るんだってなった。そう、なんかわかんない、なんで来たんだろう。飛んで、クワガタってどんくらい飛べるの。なんか高くまで来れるもんなんですね。なんか明日は椅子に座って、いやー椅子に座ってちゃね盛り上がれない。いや盛り上がれるけど、田島は椅子に座ってるタイプじゃない。なぜにカマキリも、カマキリねすごい苦手。もう顔の形がまずなんかもう目がこう、ちょっと無理です。カマキリもすごい無理。え、なんかまだ見前ずっとなんか苦手な虫はセミとカマキリっていう風にずっと言ってたんだけど、カマキリなんて見ないなと思って、最近はセミが苦手ってずっと言ってたんだけど、カマキリは本当にちょっと無理なんですよね。なんかもう顔がなんかこう頭がこんなんでさ、目がこんなんでさ、ついててさ、いやなんか理科の教科書にカマキリの顔がでっかく載ってたの。もうそれがトラウマで、本当にダメ。名人さんありがとう、ありがとうございます。ピリオドだけで、なんで言うの、例えばね、ん？ねえ、余計字、あと絶対聞きたくない。なんかちょっと文字のこの字面だけでなんかちょっと気持ち悪い感じがしてる、すごく。だけリトルモアさん、リトルモアさん一緒にならないね、あんま。ひょんこちの姿形が、うん、多分ねダメ。もう足とかもすごい無理、すごい無理です。毎年カブトムシ飼ってた、すごいね。虫は飼ったことないですね。虫を飼うことはもう多分これからもない。え、もしだけどさ、自分にさ子供が、まあ男の子とかが生まれたとしてさ、なんか虫とか持って帰ってきたら、なんかまだもうどうしようって感じ。本当に虫けるの虫です本当だ、嫌いな話好きなものは、夏に好きなものはアイス。でも最近ジュースがめっちゃ好きで、ジュースめっちゃ好きなの。雲、でも雲の方がまだ見れるかも。毛虫はもう無理もう無理。ドクターペッパー、いや最近はドクターペッパーじゃなくて、ほうじ茶ラテとかなんかしゃべり方片取るんだよ。ほうじ茶ラテとかほうじ茶ラテとか、あのね、ローソンのなんかなんでこんな買ったことみたいな、ローソンのほうじ茶ラテがすごく美味しかったです。あとはメロンラテとかが好きかな。最近メロンラテがすごい好きで、メロンラテめっちゃ飲んでて、あとなんだろう、
ミルクティーも普通に好きだし、あとさらっと絞ったオレンジっていうやつを飲んでます。オレンジ最近ほうじ茶ラテがめちゃめちゃ好き。そくまさんさらしぼ飲んでるよ。そうさらっと絞ったオレンジね、いやまなみの周りだけかもしれないんだけどさらしぼっていうのみんな言わないか、前の周りだけかな、わかんない。そうメロン好きで、メロンラテとかメロンオレ、まあ一緒かとか、なんか最近気になったのがあって、なんかメロンなんだっけな、メロンスムージー的なやつがねこの間コンビニに売ってて、めっちゃ気になると思った。クーリッシュ、まあね、最近ピノが好きです。ピノ、あとソウのめっちゃアイス好きじゃん。で最近ピノが好きでたまに買ったりしてて、であとは何だっけ、その層、普段層みたいなそのシャーベット系あんま好きじゃなくて、シャリシャリしたのとか、だからガリガリ君もあんま好きじゃないんですけど、層の何だっけな、チョココーヒーみたいなやつがあって、それがめっちゃ美味しかったあとは普通のなんかこの棒がついてるアイスのやつだったらブラックサンダーが好き。あとセブンイレブンに売ってるマカロンアイスが好きで、マカロンアイスのなんかチョコみたいなのとか、あとあれが好き、ピスタチオが好き。あとなんだろう、アイスキリのアイスがねすごい好きで、中に何も入ってないやつ、普通のチーズだけのやつがすごい好き。なんか中になんかいちごジャムみたいなのが入ってるやつとか去年あったんですけど、そんな、まなみはチーズだけの方が好きです。ボス、いやまなみねコーヒーは飲めないんですよ。けどカフェオレ、あのなんだっけな、なんかさコンビニに売ってるさ、こういうなんかパックじゃなくて、パックでもなくて瓶でもなくてな、こういうプラスチックみたいなのこう入っててさ、カフェオレ誰かわからないですか、あれめっちゃ美味しいの。150円くらいしちゃうんだけど、こんだけでなんかめっちゃ美味しくて、それがすごい好き。メロンも高いので、高いよねだから前もそんな、でもラテぐらいですよ、本物はそんな食べないですよ。ボスの紅茶、あティーだからか、紅茶もねミルクティーしか飲めない。なんか普通のストレートとか飲めなくて、あとあのフルーツティー的なのも飲めないですよ。ミルクティーの甘いのしか飲めない。うん、辻さんこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。ポカリセット、ポカリス言ってた人いた、えポカリじゃない、ポカリ、抹茶ラテ好きだけど最近は抹茶よりもなんかもう抹茶がこれくらいだとしたらほうじ茶とかがこんくらいって感じ。マドナード、ん何マドナ、チョコミントは嫌いじゃないけど、そんなめっちゃ好きってわけでもない。前の方が好きだったかな、前結構好きだったんだけど、最近そんなにチョコミント欲はないです。ケンタかな、わかんない、いかなすぎる。ケンタかな。ほうじ茶ラテ、ほうじ茶ラテ美味しい。ローソンのほうじ茶ラテめっちゃ美味しかった、昨日飲んでたんだけど。ジュース大好きマン、なんか最近なんかまだ普段全然水分取らないんですけど、最近飲んでもすごい喉が渇いて、そうだから最近は飲み物がすごく好きです。ハマってる飲み物、あとなんだろうな、好きなもの買うのが早すぎる。あーそうかも、わかんない、自分じゃわかんない。早いですか、ファミマ、ほうじ茶ラテ、あーどこのやつだったっけな、なんかほうじ茶ラテのなんか前からローソンで飲んだほうじ茶ラテは本当になんていうの、レジのところで作ってもらうやつっていうのかな、なんかその機械でわーってやるやつ、
だったんですけど、なんかどっかのコンビニのパック的な感じのこういう飲み物の、ほうじ茶ラテがすごい甘いって聞いたことある。それかな、カネルサンダーでケンタッキーのあのおじさんですか。呼ばないよ、呼ばない。マック行こう、マクドでしょ。マドナドってやばくない？そんなことある？関東はマックでさ、向こうがマクドだけどさ、マネミアだからマック、マックですね、マックです。そんな行かないけど、マックもあんまファストフード食べないかも。美味しいけど。何か好きなもの、そう、変わるのかもしれない。なんかあんま言われないと分かんないけど、確かに変わってるのかも。うん、なんかマネミは結構自分の中に流行りとかもあるかもしれない。カップに入って売ってるやつだった、どうだろう。でもね、甘すぎるのもだよね、ほうじ茶。うん、ほうじ茶でもすごい好き。甘すぎる、ほうじ茶はさ甘すぎないのが美味しそう。どうだ、甘すぎなくない、ん、苦いのもあれだけど、まなみ苦いコーヒーとか飲めないから。浮気者じゃないですよでも確かに好み変わるかも。うん、食べっ子動物は好きだけど前ほど食べてない。最近は夏だからか、辛いものがすごく食べたくなるから、食べっ子動物そんな食べてないです。今日は勉強しながらチョコを食べてたりしたんですけど、チョコはなんだっけな、ゴディバのチョコと、ゴディバのチョコと、あとなんだったっけな、うん、クランチ、クランチ的なやつ、なんかさちっちゃいさ、これくらいの、これくらいのさチョコがいっぱい入ってるやつあるじゃん、あれのなんかさクランチチョコのやつ食べてた今日。めっちゃチョコ食べてるやんけ。わっ、何でも関東寄りなんだけど、これも関西寄り。そうなんだ、そうなのこんなもん、いやね、粉も美味しいよね。けどまなみもんじゃよりもお好み焼きの方が好きですね。うん、もんじゃよりもお好み焼き、焼き、焼き、ラーメンこってり、ラーメンはこってり派かな。二郎系好きです二郎系のラーメン。辛いの食べてる話、辛いのも好きだけどうん、辛いのも好きですよ、けど甘いのも好きだしけど全部好きってわけじゃないの、苦いのは好きじゃない。けどチョコはどっちかっていうとミルクよりもビター派なので笑い方やばフフフフ、笑い方ほんとやばい、どうにかしよう、ほんとに笑い方本当にやばいな。あ、もう10時なの？やば。焼きそばあんま好きじゃない。あんま好きじゃないです。焼きそば。わかんない。焼きそばあんま食べないですよね。うん。やばい、10時回ってるって犯罪だ犯罪。じゃあね、明日は。明日は。明日はライブがあります。バズフェスに出演させていただくので、夜お時間ある方はぜひぜひ遊びに来てください。ってことで、以上キンズのまなみこと瀬野まなみでした。バイバイ、おやすみなさい。